株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。パリーグの優勝を占う大一番、オリックスロッテの今季最終戦、京セラドームはロッテが圧勝。これはデモ音声です。言いながら51年ぶりに優勝マジック9が点灯しました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。なんといっても大変なプレッシャーのかかるマウンドで、試合前半は毎回走者を許しながら空振り三振でピンチを切り抜け、6回無失点で抑えた佐々木朗希投手19は圧巻。株式会社 AI によるデモ音声です。ここに照準を合わせて中12日と間隔を空けてきた相手先発の宮城投手が3回5失点と崩れてしまったのとは対照的でした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ロッテの得点はレアード選手や中村翔吾選手といった外国人や中堅が中心でしたが、5点目を挙げたのは藤岡選手。株式会社 AI によるデモ音声です。若手野手では今年一番頑張った一人ですから、大切な試合で打てた彼にファンは拍手を送りたいところでしょう。これはデモ音声です。さあ、いよいよゴールが見えてきたパリーグのペナントレースですが、オリックスは絶対的エースの山本と宮城があと2試合ずつ登板できる予定ですから、そこはある程度勝ち星が計算できる。株式会社 AI が提供するデモ音声です。一方、現在8連戦中のロッテはこの週末のソフトバンク戦の先発陣に不安を残します。株式会社 AI によるデモ音声です。まだまだ一波乱が